どれが話しやすいとか。そうですね、はい、じゃ好み、好み、うん、何についての好みですか。何について、私の好きなもの、はい、うん、好きなものなんかあるんですか。私はね、とにかく癒しが好きなの。癒し、癒し、もう常に癒しを求めている、はい、疲れてるんですか。そういうことではなくて疲れてるわけではなくて、やっぱ癒しが好きっていうかね、はい、結局さっきのアフレコの話でもそうなんだけれども、はい、自分をなんかすごくいろんなことを、はい、オーダーされて、自分の中でも、はい、自分の体のどっかに眠っている何かを一生懸命思い起こさせてってなると、はい、もう部屋の隅に追い詰められているような気持ちになることがすごく多いんです。しちゃいますよ、ね、だからなんかすごくこう、はい、癒されるものが大好きで、はい、で、まあ、小さいことで言うと、はい、例えばね、そのスタジオの中でも自分が好きな香りのお茶とかを飲んでいるとか、はい、まあ、私がタンブラー開いてね、帰れたらみんな危ないと思ってくださいね。本当ちょっと追い詰められてる時って。そうそうそう、だから定期的にディズニーランドとか行きたいタイプ、はい、ああなるほど、うん、遊びたいというか、そこで癒されて、そう、そこで、はい、まあ、アトラクションも大好きなんだけど、一番好きなのがプーさん、はい、プーさんプーさんのプーさんが大好き、はいはい、プーさんってね、はい、何にもしない日っていうのをすごく大切にしている生き物なの。何にもしないをしてるんだよという。何にもしないをしてるの。そうか。そうなの。だからそういうの理想だなって思って。はいはい、だから、はい、お土産コーナーに行くと、はい、すっごい抱き心地のいいプーさんのぬいぐるみがあって、はい、毎回そこにスーって抱き寄せられて、はい、すごくなんか家族で行った時には、はい、それをぎゅっと抱きしめて、私はこれを欲しがっているってアピールするんだけど、買ってくれるんですか。いやいや、それを、はい、家の中に物が増えることが あんまり よしとしていない、はい、うちの息子とか旦那さんとかは、はい、はいはいはい、分かりました、今度ねって言ってねすごいいなされてる、いなされちゃう感じなんですね。そうなの、こんなにアピールしてるのに、私本気ですけどこの年ですけど本気なんですけどっていうのをどんなにアピールしてもね伝わらなくて、はい、でずっとこうやって抱いてて、はい、もう満足したでしょって言っても小さい子のように扱われている。それもうランドにいる本当に小さい子ですね。そうでしょ、欲しいって。そうなの、もうだから本当小さい子がね、お母さんこれ買ってって言うと、分かるよあなたの気持ちって、おばさんだけど分かるよってねなるのよ、ね、持って帰れないスペースがなくてって。そう、 なんかそういう感じで、はいはい、でずっと憧れていたディズニーワールドに行ったんですよ、はい、もうちょっと前になるんですけど、海外のやつですか。海外の、はいはい、あ、ここでキーワードの海外も回収してくれると、ね、回収してきましたけども、どうでした海外は。海外は、はい、ものすごくなんだろうな、はい、パートごとに分かれてるんだけど、ランドが、はい、ランドは一つのランドの中にいっぱい分かれてるじゃない、はいはい、そうじゃなくって一つ一つのランドがあるっていう感じで、すごいですよね。そうだから動物がいっぱいいるところには、はい、もうその中にホテルがあって、でホテルのこう窓を開けるとキリンがお散歩してたりするの、はい、本物のですか。本物のキリンが動物園みたいな感じ、動物園みたいな感じなの。へえ、すげえ。そうなの。そうなんだ。そうそうそう、規模が違うな。でなんかショーとかちょっと見ても、はいはい、本気のなんか、え、この人、はい、ミュージカルとして、はい、そのとかブロードウェイとかでやってる人じゃないのって思ってしまうぐらい本気のミュージカルとかをなんかその、はい、パーク内で見られたりとかして、はいはい、すごい、すごい、なんかもうな何日もないと回れないぐらいの広さ、広さだったりするんですね。だって毎日、はい、2万歩くらい歩いてた敷地が広すぎてめちゃめちゃ歩いてますね。毎日2万歩で すごいな。そう、ぐったりするぐらい、はい、でその勢いでその流れで、はい、ラスベガスに行って、はい、シルクドソレイユも見まくったんですけども、はい、エンタメ吸収の旅行だったんだけど、いいですね。ものすごく癒され刺激をもらうみたいな感じの、はいはいはい、なんかそうして帰ってくると、はい、すっごくこう癒されたしエネルギーの補給もできて、はい、うん、私も何か表現したいみたいな、モチベーションが上がる、上がる感じするんですね。だから時々そういう旅は必要だなって思って、はい、なるほど。でもやっぱ息子さんと旦那さんと一緒にディズニー行けるぐらい仲良しなんですね、うん、そうですね、まあ、私が行きたいっていうのに付き合ってくれてるってところはあるんですけれども